ボトリー男爵は、イギリスの古い男爵、貴族、イングランド貴族爵位。ウィリアム・ド・ボトリーが1367年頃に議会招集されたことに始まるが、1960年以降は停止状態にある。封建領主、ウィリアム・ド・ボトリーは、エドワード三世及び、リチャード二世在域の大陸遠征に参加した人物である。彼は1367、 8年2月24日に貴族院により、ボトリー男爵として、議会招集を受けたが、これがボトリー男爵の講師である。その孫にあたる三代男爵ウィリアムが存命の男子、なく没すると、爵位は、娘マーガレットに継承された。また、彼女を通じて爵位は、突起先のハンガーフォード男爵家へと流出している。 マーガレットの長男ロバート・ハンガー・フォードは1444年頃にド・モリンズ男爵として議会招集を受けたため、この爵位も男爵家に加わった。しかし、ロバートはヘクサムの戦いで経営その長男トマスも祖母マーガレットに先立って死去したため、トマスの娘メアリーが3つの男爵位を継承した。その長男ジョージは1529年に、 ハンティンドン伯爵に除せられたため、ボトリー男爵位は他の男爵位と共に伯爵家へと流れた。後に再び女系継承が生じて、ハンティンドン伯爵家からモイラ伯爵ロードン家に継承されている。20代男爵にあたる第4代ヘイスティングズ公爵が男子なく死去すると、彼の4人の姉妹間で優劣がつかず、ボトリー男爵を含む6つの爵位は停止した。 その後の1871年に、長子エディスに帰属する形で5つの男爵位が、停止解除となるとともに、ルシンのグレー男爵のみは、シュバーバラが1885年に回復している。しかし、エディスの息子で22代男爵こと第11代ラウドン、白爵チャールズ・ロードン・ヘイスティングズが1920年に、生涯未婚のまま亡くなったため、爵位は、彼の3人のの間で、 再び保持者不在となった。チャールズの母子た、翌年の1921年に、弟の長女エディスがボトリー男爵くらい、ヘースティングズ男爵位を回復した。他方、次女エリザベスが残る男爵くらいの停止解除を受けている。その、エディスの死後は三度目の停止に陥り、現在に至っている。この間の歴代男爵は、ハンティンドン伯爵、ハンガーフォード男爵もしくは、 ヘイスティングズ男爵を参照。ありがとうございます。